みなさんこんにちは。キャラです。パパです。今日も日本語のお話を話しますので、みなさんぜひ聞いてね。聞いてくださいね。今日は、12月になってどんなことがあるか、冬になってどんなことがあるかを話していきたいと思います。じゃあ話しましょう。あー、キーヤちゃん、なに、今月もう12月だね。うん、12月の中に日本ではいろんなことがあるよね。それを皆さんに教えてください。はい。じゃあまずどこから話しましょう。じゃあまず、12月、クリスマス。クリスマスだね。クリスマスはさ、世界中もあるんだと思うな。あるよ。ヨーロッパのお祝いだからね、あの、クリストのね。アメリカとかロシアとか日本は上の方だから、クリスマスが冬だけど、下の方は、日本より下の方、インドネシアとか、インドネシアとかは、クリスマスが真夏になるらしいよ。何？真夏、夏。あ、そうだね、真夏ね。クリスマスが夏になるらしいよ。だってさ、ロシアとか上の方は、あの、雪が多いじゃん。インドネシアとかは、オーストラリア、まあ、オーストラリアはよくわかんないけど、パパ。いや、雪降るのは知らないな。そうなの。インドネシアは降らないから、だから、ずっと真夏かな。ずっと夏だったかね。じゃあ次は、大晦日。大晦日。大晦日って何ですか？大晦日は12月31日、つまり、あの、1年の最後の日って意味だよ。そうか。そう、大晦日の時に何がお祝いあるの？年越しそばを食べるよ。年越しそばね。年越しそば。年越しそば。そう。年を、新しい年になる前、年を越す前に食べるおそば。って感じ。そう、なんか日本人はそれを食べると、あの、長生きって信じることがあるんじゃない？知らないの？聞いたことない。あ、そう。パパもよくわかんない。じゃあ、あとは何ですか？あと、12月って何があるの？12月？あと何だっけ？なんか、ゆずとかの。あ、ゆずのお風呂ね。いつですか？12月の22日の夜。だね。だって、お風呂時間何時？夜でしょ？夕方。大体は夕方。お昼とかも。冬至って言うよ。冬至？そう、冬至。そうなんだ。ゆずのお風呂に入る。日。それ意味が何ですか？私も詳しくないので分かりません。あ、そっか。パパもっと分かんない。あれは本物の日本人に聞かないとね。ね。じゃあ次は冬になって、冬になって、あること。はい。話していきましょう。あ、いいよ。まず、一番思いつくのはお正月だよね。そうですね。1年早いね。早い。けいちゃん、来年は何歳になりますか？8歳。8歳。もうちょっとだね。あと1ヶ
月。そうね、楽しみだね。もう大きくなったんだ。あとなんだろう。あとなんだろう。学校はどのくらい休みですか。学校は12月の23からで、冬休みがね、で終わりが冬休みが、冬休みの最後の日が1月の9、少し長いって感じかな。3週間くらいだな、結構長いね。その時に、長い休みの時にさ、宿題あるの？わかんない。わかんない？まだ。少しはあると思うけど。日本はさ、季節によって学校休みあるね。夏休み、あと冬休み、とゴールデンウィークもあるじゃん。春休みね。秋はないよね、秋は。秋休みないね。ないよね。ないね。だから3回くらいだけね、長い休みがあるんだね。そうだね。で、さっきの話に戻って、はい、あと1月は何があるかな。1月 ?12 月でしょ。1月。今冬になってあることだから。あ、そっか、さっきお正月って話したでしょ。イルミネーションだよ。ね。イルミネーション。いろんなところにさ、特にさ、例えば冬ね。1月の話じゃなくて、12月ね。12月。クリスマスがあるから、いろんな家でさ、綺麗に、イルミネーションで飾るのが多いね。あ、そういえばお母さんに聞いたんだけど、場所は忘れたけど、どこかの、住宅街って感じのとこかな。あそこでね、そこでね、なんか、家が、みんな、一部のところが飾り付けられて、みんなで どの家が一番綺麗かってイルミネーション戦ってるんだって。そうだよ。すごいね。じゃあ電気代すごいよな。そうそうそう。そこまでやるの？だから、だから、1週間テレビ見ちゃダメとかってなってるんだって。電気代がすごいからね。払うのが高いからね。そっか、そういう場所あるんだ。面白いね。さっきの。じゃあ、1月じゃなくて2月に行こっか。冬だから。はい、2月は何あるの？2月はまず節分だね。節分？はい。節分で。鬼は外、福は内。節分はさ、まだ多分皆さん分かってない人がいるから、どういうことを教えてください。節分は、私が言ってた幼稚園ランニングキッズでは、先生が鬼になって、生徒みんなで鬼を豆投げてたよ。あ、そうですか。だから鬼が来るから追い払うって感じかな。だから豆投げながらこういうの、鬼は外、福は内って。そっか、鬼が家に入らないように豆で投げるの。そうそうそう。で、意味は、鬼を入らせるんじゃなくて、追い出して、いいことを、いいことを中にって意味かな。あ、そうだね。うん、じゃあ悪いことが家に入らないようにって意味だよね。そうそうそう。
そんな感じ。うん、そっか。いや、鬼はさ、あの悪いことがに近いからね。うん。うん、あと、うん、2月ってバレンタインだっけ？バレンタイン？バレンタインで、あー、これ面白いね。バレンタインでどういう日なの？教えてください。バレンタインは、キャちゃんにとってはどんな日なの？皆さんは分かるから、キャちゃんはさ、多分まだ分かってない、まだちっちゃいから今バレンタインは、はい、あの女の人が、うん、男の人に、うん、チョコとかお菓子をあげるっていう日だよ。そうだね、うん、で、3月にホワイトデーがあるんだけど、ホワイトデーは逆に男の人が女の人にチョコとかあげる。そうだね、うん、面白いね、この今日の話。そう、まとめて12月と1月と2月の話できましたね、うん、今度もまたあの次の式に変わるんだったら、うん、あのまたお話ししましょう。うん、ね、春になったらまたこんな感じでやる。うん、じゃあ今日はここまでにしようか。うん、ここまでにしよう。うん、じゃあ皆さんまたね、またね、バイバイ。